ビタミンSのお兄ちゃんです。知らない方がね、たくさんいらっしゃると思いますので、ちょっと自己紹介の方。私は吉本興業の芸人でございまして、実の妹とビタミン S というねコンビを組んでおりまして、まあ、同期で言いますと、まあ、かまいたち、和牛、天竺ネズミ、藤崎マーケット、アキラの山名、アインシュタインの河合、めちゃくちゃ売れてる人たち、 BKB とかね、森屋日和とかたくさんいます。そんなね、素晴らしい刺激のある仲間に囲まれてる、実は私、本日をもちまして YouTuber デビューいたします。僕実は競馬がめちゃくちゃ好きでして、まあ実はこれ馬掘ってたんですけど、まあ実はこれ馬掘ってたんですけど、でなおかつ馬券がめっちゃ当たりますこの間もね153万馬券をバチって当てたんですよ。ですからこの100万円を元手に100万円を1億円にしてみせます。1億円にしてみせます。1億円ね、はい、必ずできるんですか？そう、できますよ。だって僕ほんまに競馬の収支2014年から4、5、6、7、8と5年連続プラス収支なんです。2013年だけマイナス、ここを除いたらもう10年間で僕9年プラスなんです。でも過去9年間で1億円にはなってないんですよね。1億円にはなってないんですけど、お兄ちゃん今年153万あったって言ったでしょ、はい、100万円を1億円、これ100倍なんですよ。簡単な計算なんですよいやまあでもそれは全然決めてはまあないんですけど、じゃあ一応もしならなかった時の場合のペナルティを、はい、考えましたんで、最悪、これでもバッて見したらいいんですか？じゃあもう絶対嫌やわ。ビタミン S のお兄ちゃんからビタミン S の妹ちゃんにするってことですか？はい、芸名を。芸名を、はい、いや嫌ですっていやいや嫌ですって、僕お兄ちゃんでずっと来てるんですよ、はい、おかしいでしょ。コンビで出てきて、僕実の妹とコンビ組んでるのに、どうもーって言って、こちらにいるのが妹で、で僕が妹ちゃんなんですよって、絶対おかしいでしょ1億円になれば別にね、俺やらなくていいわけですから。まあ、そうですけど、はい、いや本来やります、やります。1億円にしたらいいわけでしょ、はい、はい、いいですよ、です僕分かりました、はい、やります。約束してください。じゃあはい、ここで宣言いたします、はい、私ビタミン S のお兄ちゃんは競馬で100万円を1億円にできなかったら芸名をビタミン S の妹ちゃんに改名します。言っちゃった。誰が興味あるんですかですけど、勝手にせえよって話でした、はい、一番嫌な僕ですよ、はい、お兄ちゃんが一番嫌な罰ゲームを考えました、はい、僕もほんまに誇り持ってるんですよ、お兄ちゃん、はい、今やもうお兄ちゃんといえば僕か若乃花なんですよなんかだからそれが変わる方がいいなと思いました。でもやったらいいんでしょ、はいはい、分かりました、はい、やれます。そうしたら実は私昔から馬主になりたかったんです。馬を持つオーナーです。キングスマンみたいな人いっぱいいるんですよ、世界に行ったらうわぁこんなになりたいと思ったんですよ。私この YouTube チャンネルを使ってジャパニーズジェントルマンになります決めました。ですから私のこの衣装見てください。ちゃんとこのタキシード調の衣装を用意させていただきました今はプリントされてるだけなんですけど、ここからどんどんねジェントルマンらしいタキシードに変えていこうかなと思っております。 YouTube のねアイコンも見ていただきましたか？僕の顔、あ、ジェントルマンになってるでしょ？実はあのアイコンの絵、ビックリマンシールを描いてるイラストレーターの米沢先生に描いていただきました。ありがとうございます。ちょっとね、個人的なお付き合いがありまして、頼んだらもう快諾ということでね、それにね、負けないぐらいのお兄ちゃんになってみせたいと思いますんで、まあね、まあ馬券だけが競馬の魅力じゃございません。競馬には本当にね、ドラマがあったりロマンがあったりとかしますね。高松の宮記念なんて福永祐一ジョッキーがミスターメロディーで買ったわけなんですけど、その週に実はキングヘイローという馬がなくなっちゃったんですよ。そのキングヘイローに乗ってたのが若かりしい福永祐一ジョッキーでね、まあずっと頑張ってたんですけど、ある時ちょっと降ろされてしまうんですよね。でキングヘイローが降ろされてからいきなり G1 を勝つんですけど、その勝った G1 が高松の宮記念で、その時の2着が福永祐一ジョッキーだったんですよ。でそれが時を経て大人になった福永祐一ジョッキーが、そのキングヘイローが亡くなったその週に同じ高松の宮記念を勝つんですよ。ドラマチックでしょ。ねえ、届いてへんな
ですが僕はこの馬券だけじゃなくていろんなね競馬の魅力というのをねいっぱい伝えていきたいなと思っております。じゃあ配信のことなんですけど、毎週ね土曜日日曜日にはねちょっと予想を皆さんに、お伝えしてですね、なんと日曜日にはですね生ライブ配信とかもやってみようかなと思っております。うわこれめっちゃ当たりそうなレースと思ったら急に生配信するかもしれませんから、皆さんどうぞチャンネル登録お願いいたします。しかも通知をオンにしておいてください。急に多分生配信するかもしれませんので、あと週中とかもねいろんなことやっていきたいなと思います。競馬のねジョッキーとかね関係者の方ね、もう指令たくさんいてるんで、その方にねいろいろね対談してみたりとか、競馬場にね行っていろんなねことをお伝えしてみたりとか、他にもいろんな企画とかねどんどんやっていきたいなと思っておりますんで、競馬を通してお金を稼いで馬主になって絶対にジェントルマンになります。一発目4月の6日スタートいたします。狙ってるレースがあるんで、ここでいきなりドーンと当ててロケットスタートを決めたいなと思っておりますんで、ぜひ皆さん4月の6日でございますんで、ぜひ配信見てください。